ウェーブスはアメリカ・カリフォルニア州サンディエゴ出身のインディロックバンド。サーフミュージックを感じさせるローファイナパンクサウンドを特徴とする。ライブで演奏するバンド2008年、カリフォルニア州サンディエゴ出身のネイサン・ウィリアムズのソロプロジェクトとしてスタート。タクロクで制作した作品を7インチやカセットテープで発表後、友人のライアン・ユルシオドラマーに招きツアーを行った。 同年9月、ファーストアルバム、ウェイブスを、ウッドシストからリリース。2009年2月、セカンドアルバム、ウェイブスを、ファットポッサムレコーズからリリース。この時期人気が高まっていた、ローハイムーブメントも手伝い、アンダーグラウンドヒットとなった。5月、プリマベーラサウンドフェスティバル出演時に、ステージ上で、大喧嘩をしてライアンが脱退、予定されていた。 ヨーロッパツアーが中止になった。その後、J リータードのバックバンドを務めていたビリー・ヘイズとスティーブン・ポープを迎え、バンドを立て直した。2010年8月、サードアルバム、キング・オブ・ザ・ビーチをリリース。モデスト・マウス、ザ・ハイブス、ミュート・マストの仕事で知られるデニス・ヘディングをプロデューサーに迎え制作された。音楽メディアが発表する年間ベストアルバムの リストではスピンで24位、ピッチフォークで50位に選ばれた。収録曲イディオットはゲームセインツローザサードに使用されている。2013年8月、ホースアルバムアフレードオブハイツをリリース。2015年10月、フィフスアルバムブイをリリース。2017年5月、シックスアルバムユーアーウェルカムをリリース。 スタジオアルバム EP 公式サイトありがとうございます。